すする TV ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、北品川に移転したハイクオリティ中華そば&激安丼のお店はこちらです。ドン！京急線北品川駅から徒歩3分くらいのところにあります中華そば和歌東京さんにお邪魔してます。こちら和歌さんは以前 JR 大井町駅近くにあったお店で、2019年に今の場所に移転してきております。移転してからは食べログ100名店東京の常連店として、ラーメン好きそして地元のお客さんにも愛される隠れた名店となっております。美味しい醤油ラーメンとワンコインどころではない安さで、数種類から選べる丼ものも人気メニューの一つということで、果たしてすするはどの丼を選ぶんでしょうか。早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、中華そば和歌東京さん、食券制です。今回は特製醤油そばと迷った末漬け卵黄丼をプッシュしました。丼物のとんでもない安さに驚きつつ、ワクワクしながら待ってるぞ。こちらが和歌東京さんの特製醤油そばと漬け卵黄丼です。うおーい。特製にしたことによって豊富なトッピングが乗っており、スープも非常に美しい。これは早くすすりたいぞってことで、いただきます。さあ、まずスープから。ぬはーん。鶏や牛などの魚介系がベースとなった和風の出汁を感じられつつ、醤油もしっかり効いた美味しいスープ。表面に浮いたチー油が飲み口をまろやかにしてくれて、鶏の旨味や風味も増してグイグイ飲んじゃいます。では次に麺とご対面したら、はい、すする。無縁。滑らかな喉越しでつるんとすすれるナイスな麺で、コシもあって麺自体の実力も高い。スープの持ち上げもよく、全体のバランス感は完璧で、古今和歌集に乗せて後世まで語り継がれるべきです。さあ、麺と合わさることによってまたスープの良さも引き立ち、ハイスピードでどんどんすすり上げてると、ここでチャーシュータイム。脂身がとろけるジューシーなタイプで、薄切りなのもすする的には好印象。パクパク食らって大満足です。てな感じで、また麺をすすってからメンマを食らって、この辺りの抜かりのなさも実感してると。ここで漬け卵黄丼が登場。漬け卵黄をご飯に乗っけて食らう。にひん。濃厚な卵黄のコクはそのまま食べてもご飯との相性抜群ですが、だしの効いた醤油スープと合わせると完全無欠の一気当選。若者のようにバクバク食らいます。というわけで、ワンタンは贅沢にも鶏と豚の2種類入っていて、皮はつるんと中はジューシーな、これまたハイクオリティさん。その後も一心不乱に麺をすすりつつ、終盤には漬け卵黄丼にスープをかけちゃって、夢のコラボレーション。ハイスピードでかき込みまくってスープまで完飲したら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。他にも気になるメニューがたくさんあるので裁縫必至です。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、中華そば和歌東京さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。美味しい醤油ラーメンと丼の方は悩んだんですけども、漬け卵黄丼を注文しました。醤油味のスープと卵黄は抜群の組み合わせで、丼まで飲むように完食してしまいました。スープはチー油の甘みありつつ、醤油のキレ、そして舌支えとなる鶏と豚、さらに魚介の旨味まで感じられる美味しい味わいでした。滑らかな喉越しの中細麺もスープをしっかりと持ち上げ、バランス完璧でしたね。大判のチャーシューや2種類のワンタンなど、トッピングまで細部までこだわられた作りで美味しかったですね。お腹が減っていたこともあって、あっという間に完食してしまいました。丼メニューも豊富で、行くたびにどれにしようか迷ってしまいそうな、ラーメン好き泣かせのメニュー構成もとても良かったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そば和歌東京さん、どの丼選ぶかわからないわ。うまい。